人と会ってるだけで結構すごい疲れるんですね。繊細だがゆえにですね、傷つきやすかった。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、 HSP に関しての特徴、才能、気をつけるべきポイント、そして解決策、どうやって生きていくのがいいのか、で向いてる仕事についてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。そう、もしですね、あなたが生きづらさを感じていたりするのであれば、 HSP という特徴に当てはまるかもしれません。その可能性があるので、この動画でぜひすっきりと、解決して生きやすくなっていけることを願って、お話ししてみます。まず特徴ですね。 HSP とはハイリーセンシティブパーソン言われていて、5人に1人が HSP の特徴に当てはまる方だと、言われています。 HSP って病気ではないんですよね。この繊細さとか敏感さみたいなのがその気質として備わってるんですけど、これはあくまでも特徴です。だから発達障害とかアスペルガーとか、あとはうつ病みたいな病気とはまた全然違う内容になります。この HSP に当てはまる人の特徴というのの診断テストって結構いろいろ検索するとですね出てくるんですけど、一応この概要欄にもですね貼っておきます。そちらで簡易テストをしてみてください。ちなみにですね、私もこの HSP の診断テスト、簡易診断テストを受けてみて、このマイナス50点とか100から140点までの間のスコアを見るらしいんですけど、マックス140点までの間で私124点ということで、かなり強めの HSP だという診断が出ました。で、特徴を見てみると、まあ、ほとんど当てはまるので、ああなるほどと思ったんですけど、もしかしたらその HSP の診断テストで当たる確率とか、当たるも外れるもないのかもしれないですけど、結構ですね、あなるほどなと思える内容になってるかと思います。 HSP の特徴っていろいろあるんですけれども、主な特徴はこちらです。考え方が複雑で、よく考えてから行動する。そして刺激に敏感で疲れやすい。あとは人の気持ちにこう振り回されやすく疲れやすい。共感しやすいっていうのもありますね。そしてあらゆる感度が鋭い。で、情報処理の深さが割と普通の人以上に深く考えちゃう。処理能力の速さじゃなくて深さですね。なんでこれはこうなんだろう、なんでなんだろう、なんでなんでなんでみたいな感じでこう深く考えちゃうんですね。あとは傷つきやすいという特徴があります。そう、これ生まれつきの性質らしくて、まあ繊細とか敏感、ちょっと神経質って言われるパターンもあるかもしれないですね。でもうやっぱり共感しすぎて人と一緒にいると疲れやすいので、一人でいることを結構好みます。五感がすごく敏感なので、私の場合は嗅覚、匂いとかが結構敏感なんですよね。化学薬品的な、要はシャンプーとかもそうなんですけど、化学的な香りが結構いっぱい入ってると使えなくなっちゃうんですよね。なんか気分が悪くなっちゃったりするんですね。だから私ある一時期、市販で売られているシャンプーが一時期使えなくなったことがあって、もう匂いがきつすぎてもうこれ以上使えないっていう状態になったんですよね。である時期石鹸シャンプーみたいなのに切り替えてなんとかしのいだっていう時もあります。今はオーガニックなシャンプーを主に使ってます。で、あとは HSP の方々が持つ才能ですね。才能はやっぱり共感能力とかが高い、洞察力も高い、まあエンパスと呼ばれている人たちもほぼほぼこの HSP に当てはまる可能性があります。そう、人の心を理解するのが得意なんですよね。だから細やかな気配り、気遣いというのもさりげなくできてしまったりします。あとは物事を深く考えるので、探求することも結構得意ですね。あと想像力が高い、想像力がすごく豊富っていうのかな、長けてるので、クリエイティブな作業だったり仕事とかも向いてます。あとリスク回避も結構得意ですね。まあ割とネガティブになりがちにもなってしまうんですけど、その分ですね、危機回避能力、リスク回避、これらが得意だったりします。そうで、 HSP の方々、特徴を持つ方々が気をつけるべきポイントというのがありまして、情報をですね吸収する能力がとにかく高いんですよ。処理する速さじゃなくて吸収してしまうので、すぐにメモリーをいっぱいいっぱい使い果たしてしまう、パターンが多いんですね。要は処理しきれなくなっちゃうってことです。バグを起こしちゃうみたいな感じですね。だから人と会ってるだけで結構すごい疲れるんですね。疲弊してしまいます。で、競争心とか積極性とか向上心、こういったものにあまり、興味を示さないというか、あまりこういう心を持ち合わせていないので、そういう思想をこう強要されたりとか、持たされたりすると苦しくなっちゃいます。で、繊細がゆえにですね、傷つきやすかったりするので、ここはもう気をつけた方がいいポイントなんですけど、被害妄想になりやすいと。
被害者意識になりやすいというところをちょっと気をつけた方がいいですね。あとはその自分で設定してしまったルールに自分で縛られて自分で首を絞めてしまうというパターンも結構あります。そう、とにかくですね、いろんな情報を一気にこう吸収してしまおうとするの でかつですね、深く考えようとするので、落ち着かない環境になりやすいんですね。こうだから自分のペースで生きられない環境になってしまうと、すぐに事故に遭ってしまったりとか病気になっちゃったりとか、そういう、現実を引き起こしてしまいます。で、例えば自分の発言がどう思われるのかなとか、誰かを傷つけてしまわないかなっていうのを気にしすぎてですね、何か質問された時に瞬時にパッて答えたりすることができないんですね。いろいろ考えちゃって自分の答えに時間がかかると。そう、だから発言が結構慎重になったりもします。で、あとは内容のない世間話というのが苦手な性質があるようですね。はい、じゃあ解決策、どうやって生きていくと楽に生きれるのか、もう生きづらさを感じてしまう、もう気質なので基本的に、なのでじゃあどうやって生きていったらいいのかっていうところについてお話していきます。まず一つ目はですね、その性質を克服しようとしない、もうそのまま生きていくというところを選んで、進まれるといいかと思います。そう、やっぱり心の安定をすごく大事にした方がよくって、同じ気質の人、HSP の人ですねと、関わりを持つとすごく安心できたりします。なぜかというと同じ気質なのでよく相手のことが分かるんですね。そう、だから逆に一緒にいるのが楽だったりしますね。で、睡眠時間を長くとるといいです。もうとにかく疲れやすいので、まずは睡眠とって、いっぱい寝て、そして回復させると、そういう気配り、自分に対しての気配り、心遣いが大事ですね。そう、それで私自身が取ってきた解決策なんですけど、私自身がもう試してきたこと、これ全部ちょっと紹介していきたいんですが、まず一つ、気にしない力というのを育てます。鈍感力というんでしょうか、もう気にしない力をとにかく育てるんですね。そうで、特に私自身がそうだったんですけど、被害妄想だったり被害者意識にすぐなってたんですよ。ちょっとコソコソっと話をしている人がいるようもんなら、しかもそれでチラッと私と目が合うもんならですね、絶対私のこと言ってる、なんか私の悪口言ってるに違いないみたいな風に考えちゃいがちだったんですね。まあ性格的なものもあるので、これ私だけがそうなのかもしれないですけど、とにかく気にしいなんですね。そうだから、そういう場面を見ても、いやいやいや違うよと、あれは別に私のことを言ってるんじゃなくて、ただ単純に目があっただけだとか、そういう風に切り替えるようにしてたりとか、気にしないようにしてました。そうで、やっぱり繊細なんだっていうのを自分で認識しないとですね、気にしない力を育てようっていうところにも至らないので、まずは自分って、あ、結構繊細で敏感で傷つきやすいんだ、ガラスのハートなんだっていうのをまずは認識して受け入れましょう。で、やっぱり気にしすぎるので、どうしてもあの人本当はどう思ってるんだろうとか、何を言ってたんだろうとか、すごい気になりすぎて自分の生活がままならないのであれば、直接聞きに行った方が早いです。あれって私のことですかみたいな、聞きに行った方が早いです。そしたら、はみたいな、いやいやいや全然違うよみたいなことに、ね、結構なるので、思い過ごしってことも結構ありますので、でもちょ気になったら直接聞きに行くということをやった方がいいですね。で、あとは言われててもいいやと開き直るです。もう嫌われる勇気じゃないですけど、もう嫌われてもいいや、どうぞ好き勝手に思ってよくださいなと、もう開き直るのでいいと思います。まあ、基本的に人っていうのは他人にそんなに時間を使ってる暇がないので、あんまりそのね、仮に私自身、あなた自身が嫌われてたとしても、そんなにあなた自身に時間を割いてるわけではないので、まあ、そこは安心しても大丈夫かなと思うんですけど、まあ開き直ると、まあ、どう思われてもいいわと。そうで、結局ですね、気にしいってことは自信過剰、自意識過剰なんですよね。で、私も本当によく言われました、自意識過剰だって。そう、もうね、自意識が過剰すぎるんですよ、ある意味。そのなんだろう、敏感すぎる、繊細すぎるっていい面もあるんですけど、悪い風に言ってしまうと本当に自意識過剰な部分があったので、そこを、あ、自分ってそうなんだなって認識してあげて、こうクスッと笑ってあげるぐらい、あらあら、まあ、可愛いな自分ぐらいで、思ってあげるぐらいでいいと思います。あとは社会に適合しようとするのを諦める。そう、もうだから要は5人に1人の性質なので、5人に4人は違うわけですね。みんな何も気にせず、なんだろう、何も考えずに生きてるわけですよ。で、気にしすぎることもなく、ストレスもそんなに抱えることもなく生きてるわけですよね。だから自分自身が過剰に反応するタイプで、たくさんの人がいるとすごく疲れるタイプなんだ、じゃあもう私は私のやり方でしかもう生きられないわっていうところで開き直ったらいいと思います。そうで、基本ね、ネガティブにやっぱり考えがちなんですよね。
なのでポジティブに転換するという思考の癖をつけていくといいです。ネガティブに考えそうになったり、ネガティブに考えてしまったら、親と、これをじゃあポジティブに捉えるにはどうしようかっていうふうに思考の切り替えをしていくといいですね。訓練しないとやっぱりそこは育たないので、大事なのはですね、攻撃されていると思わないことですね。そう、そんなに悪い人いないんで、世の中結構優しい人ばっかりなので、あんまりその攻撃されているという被害者意識を育てないようにしてあげるといいと思います。で、あとは向いている仕事ですね。向いている仕事は基本一人で自分のペースでマイペースに進められる仕事がもうとっても向いてます。私自身もそうなんですけど、やっぱりですね、自宅でゆったりと、そう、通勤とか満員電車とかすごい苦手なので、自宅でゆっくりとできる仕事に切り替えました。最初からそれがうまくいくわけではないので、もちろん育てて、自分でそうやってできる仕事を育てていきながら、今はもう生計が立てられるぐらいの仕事に、しております。あとはアートとかクリエイターとかもすごく向いてますね。繊細で敏感っていうところもあるので、やっぱり、いろんなインスピレーションを受け取りやすいんですね。だから発想力も豊かなので、そういった、クリエイターな仕事が向いてます。あとは共感能力すごい長けてるので、1対1で誰かを癒してあげることもすごく、向いてます。これは誰かを癒してあげる職業をする場合は、ちゃんと自分の性質を理解した上で、自分自身で自分を扱うことが上手になってからでないとなかなか難しいです。じゃないと他人から何かエネルギーをもらっちゃったとか、ネガティブなエネルギーをもらっちゃったっていうことで悩む人がいらっしゃるんですけど、これはどちらかというと、その自分自身をまだ深く理解できていない状態の方がそれをやっちゃうと、そういうふうに、攻撃されたとか、相手から何かをもらったおかげで自分が悪い状態になってしまうという、要因を他に転化しちゃうので、それをしてしまってるうちはそれはまだしない方がいいかなと思います。あとは少人数制の何かインストラクターだったり、少人数制の何か、ワークショップだったり先生だったり、そういうことをしていくのも向いてたりしますね。で、あとは人の気持ちをすごい理解することが得意なので、秘書とか、そういう仕事も向いてます。はい、あとは深く考える性質があるので、分析したり研究したりする研究者みたいなところも向いてますね。ということで HSP という生きづらさを感じやすい人たち、そして敏感で繊細という気質を持った方たちのためにですね、ちょっと特徴、才能、向いている仕事、気をつけるべきポイントや解決策についてお話ししてきました。そう、だから8割の人がそうじゃない世界、社会になっているので、こうやっぱりどう考えてもですね、 HSP という性質を持っている人たちはこの世界で生きにくいんですね。で、この性質っていうのは実は悪い部分でももちろん なくて、種を存続させるためにこのビクビクこう怯えがちな、種族というか性質の人たちも大事なんですよね。なぜかというと、いわゆるビビリみたいなところもあるので、リスク回避がすごく とにかく得意なんですよね。だから危険を察知する能力だったり、そういうのがすごく非常に、長けているので、そういった意味でみんなを危険から回避させるということもすごく能力として持ってるわけです。で、私がですね、自分自身はその社会に適合しない性質だからっていうことを言ったりするとですね、そんな風に自分を悪く言わないでって言われる時もあるんですけど、私は悪い意味で言ってるんじゃないんですよね。そう、社会に適合できないイコール希少な性質の人だと思ってるんですよ。少ない、希少な、部分の、性質の持ち主だと思ってるので、別に悪い意味合いで使っているわけではないです。そう、ただの、今の社会というのが、自分に適合しない社会になっているとだとしたならば、じゃあ自分の適合する社会を自分で、見つけて、もしくは作って、そこで生きればいいだけのことと私は認識してます。そう、特にその HSP の気質も私自身がもちろんそうなんですけど、やっぱり傷つきやすいという性質があるので、ポジティブに転換していく脳の思考回路をやっぱり太く作っておく必要がありますね。じゃないと自分で自分を攻撃しちゃい始めるので、ダメにしちゃってしまうので、できればポジティブに転換していきましょう。そう、だから私はインターネットを使って自分の好きなこととか自分のやれること得意なことをもう仕事にして生計を立てるまでに、なってます。まさに HSP である私の向いていることを今まさにやってるんですね。そう、家にいながら仕事ができる、インターネットを使ってできる、そして人と会う必要もないという状態になってます。時間も場所もですね、選ばずに仕事ができる環境なので、そういったところを知りたい、興味があるという方はぜひ
LINE の方にも登録しておいていただけると嬉しいです。女性でも分かるようにですね、ビジネスやマーケティングの知識、そしてそういった仕事の仕方についても教えさせていただいてます。あとは宇宙の法則を使って、好きなことを仕事にしていくやり方とかもですね、伝えております。で、まあ、私のところではその実践できる環境というのも作っておりますので、こちら興味ある方はぜひ、LINE 登録しておいていただければ嬉しいです。で、私のチャンネルではですね、いつでもそういった、エネルギーが、上がる、もしくはポジティブな状態になれるような、内容をですね、シェアしてるんですね。何か気づいたこととか、私はこういうのを実践しているとか、これやったらこんな風になったよっていう変化とかもですね、あればぜひコメント欄でシェアしてくれると嬉しいです。と同時にぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、 LINE の方にはですね、登録していただけると明日死んでも後悔しないと思えるぐらいの今日という一日をですね、素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますので、ぜひこちらも受け取ってください。では最後にちょっとしたお話なんですけれども、私自身が HSP という気質で、まあエンパスの体質でもあるんですけども、もう非常にやっぱり共感能力が高いんですね。で、それって、いいことでもあったりするんですけど、悪い部分としては全て自動的に入ってきちゃうわけですよ。周りにいる人たちの感情だったり、なんていうんですかね、こう言葉にならない思いだったり、そういうものをこう気づいてしまう性質なんですね。で、この性質はですね、自分でその機能をオフにすることもできるんですよ。で、意識的にオフにすることによって、そうやって敏感な部分、繊細な部分を軽減したりすることができるんですね。要は疲れやすくする部分を軽減して、疲れにくい体質にすることもできます。そうだから、やっぱりその入ってきてしまったり気づいてしまう部分っていうのは、いいポジティブな面だけじゃなくて、ネガティブな面も気づきやすくなっちゃったりするので、どうしたらいいかというと、やっぱりそれは自分の中でそのジャッジをしないことですね。そのネガティブな思いはダメだとか、そういう意識を向けられたら傷つくとか、そういう、自分のジャッジをしないで、あ、この人はこういうふうに感じてるんだな、この人はこういうふうに思ってるんだな、なるほどな、もうそれでいいわけです。自分自身が必要以上に傷ついたりとか、必要以上に自分を責めたりしなくてよくて、そういったいろんなポジティブやネガティブ、いろんな感情を持つのは人それぞれ自由なんですよね。だから、自分で必要以上にこう抱えようとしない、受け取ろうとしないっていうことも大事かなと思います。そう、文章一つ返信するのにもですね、どう思われるかなとか、傷つけちゃったりしないかなっていうのを結構気にしてですね、いろんなことを考えながら生きてるので、非常に疲れやすい性質なんですよね。で、まあ、いちいち自分の行いとかもすっごい反省したりするので、うわーやっちゃった、傷つけちゃったかなとか、すごい必要以上に自分自身を責めちゃったりとか、反省しすぎるぐらいしすぎちゃったりとかするので、そう、それをある程度ですね、もういいやって放棄するぐらいの、ちょっとぐらいの無責任さを持つぐらいでいいのかなと思います。ちょっとぐらい無責任だと思ったとしても、多分普通以上に責任感じてしまうタイプの人たちなので、ちょっとぐらいもういいやと、その相手がどう思うか、私には分からない、もう相手の自由だっていう風に放棄するぐらいで多分ちょうどいいと思います。そうやって自分自身の繊細な心とか、敏感な心を守ってあげてほしいなと思います。誰もあなたのことを、攻撃してないので、それも、理解した上で、そうやって自分自身で自分で守ると、心を保ってあげるということをしてあげるといいかなと思います。はい、今日のお話が少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。そう、不安な世の中なので、自分の気質に合った仕事をしたりとか、どんどんそうやって好きなことで収入を上げていったりとか、いろんなことがいい状態になれるようにですね、どんどん気づきの、内容をシェアしていきますので、ぜひ明日からも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。それでは今日のテーマは以上となります。ありがとうございました。